どうも、コーズです。今回ですけども、僕はね、今ね、大宮駅に来ているわけですけども、10月7日土曜日、土曜日ですね。本日は、大宮アルティジャの試合を見に、大宮に来ております。はい、大宮な、はい、今日は大宮対山口ということで、22対20位対決、浦天王山。まあ、ここでもう勝てなかったら、まあ、ほぼジエンドみたいな状況なんですよね、大宮は。以前ね、Vlog でも触れた通り、今日はね、大宮のユニフォーム着てますんで、ちょっと後でね、自分側に向けて見せますけど、大宮応援体制で行きたいと思います。はい。今日はね、守備率がベンチ外ということで、まあ、振り出しはね、室井選手がスタメン、アンジェロッティもスタメンということで、連続クリーンシート中の志村選手もスタメンというところで、まあ、ただね、山口は鳴岡光選手がいるんですよね。これ結構好きなんですけど、今日ボランチのね、エスパルスから期限付き移籍してるんですけどね、確かそうだよな。で、まあ、もう本当に今日勝てなかったら大宮は終わるような試合。まあ、勝てば首の皮一枚繋がると、シックスポイントマッチです。はい。スタグルとかもね、食べようと思ってきてるんですけど、時刻がね、キックオフ今ね、1時間20分前、12時40分ぐらいになっちゃってて、割とね、ゆとってます。で、今日のスニーカーは、なぜか浦和っていう、浦和エアマックス。このね、スタジアムに続く道が、やっぱいいっすよね、大宮はね。で、今日は、審判がね、柿沼徹なんですよ、主審が。なんか、最近ね、見ないなっていうか、まあ、いても VAR ぐらいだったんで、あれだったっすけど、主審柿沼は久々なんで、きっと荒れます。はい。まあ、そこも、ちょっと注目っすね。映ってるかわかんないけど、トンボがめっちゃいるわ。もうマジであれですね。あ、いるじゃん。秋が短くなりますね。今日も寒いしから長袖着てきちゃったわ。はい、スタジアム着きまして、入場していきたいと思います。はい。スタグル混んでるね。ちょっとグッズショップでさ、くじ引きみたいなのやってるからさ、ちょっと見ていきましょうよ。1回3000円ですって。でもユニフォームみたいに当たるんだわ。あ、すごいじゃん。いいじゃん、やってみっか。これ一等スパイクグローブレプリカユニフォーム、いいじゃん、やってみよっか。あ、ありがとうございます。いや、3回やって全然外れたわ。全部外れ。まあ、しょうがないね。こういうもんだからね。そう。ちなみに僕の後に大当たり出てましたね。まあ、こういうもんよ。こういうもん。僕には運がなかったというところです。スタグルあるね。いやー、オレンジラービーですね。レノファもめっちゃ来てるわ。山口から、あ、選手いるじゃん。で、大宮もやっぱ気合入ってますね。気合入ってるわ。
いや決まりましたね今ね。いやいい崩し、オカリナ選手の突破からいい崩しでした。いやいやいや、またノリに乗ってる室井選手だなこれ。いやすげー、いやいい先制点でしたね。もう理想的なサイドからのクロス、いやー素晴らしい、あ素晴らしい素晴らしいですね。乗ってますね室井選手ね。はい、前半終了、大宮1点リードで折り返しという感じですね。はい、すごいゴール決まったわ。アンジェロッティだろう多分、違うかな。すげえゴール決まった。2点目、大宮リードですね。2点差に開きました。いやもう落ち込んで、いや打つだろっていうところでちゃんと決め切った。うまいわ。今リプレイ出てますけどね、アンジェロッティでしょう。いやうまいわ、いいシュート、いいシュート、ナイスシュート。レノファ1点返しましたね。今87分54秒で2対1、守備固めしてきてる大宮、1点守りきれるかというところですね。試合終了、2対1で大宮の勝ちですね。面白くなってきましたね。ギリ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 首の皮1枚つながりましたね、大宮ね。いやこれはおもろかったわ、見応えありましたね。ちょっと山口が追いつきそうになったのもちょっと含めて面白かったっすね。いやアルディンジャ勝ったからちょっとガチャガチャリベンジやりますかね。まだやってたら景品があんのか問題もあるんだけど。はい、というわけで無事大宮勝利で、残留争いがまだ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 面白くなってくるっていう感じですかね。うん、でさっき僕はくじを引いて、ということで、まあ勝利したのでくじを引いたんですけど、もうねもう9戦、その試合前に9戦やって、試合後に9戦やって、合計1万8000もやっちゃったんですけど、まあまあまあ勝ったからいいかなっていう気はしてますけど、6分の5が4等っていう、引き弱っていう、しかも僕のね後にやった人がみんな2等以上当ててるっていう。いやーだこれ、まあだから運がないな、まあだからどっかで運を溜め込んだと思って、ここじゃないんだなっていう、ここが運の使いどころじゃないんだなというところをだと思って、まあ1万8000円使いましたけど、まあユニフォーム1着買えたなっていう部分ですけど、まあまあまあ、いや結構ね試合自体おもろくて、まあ残留争いというか、うん、22対21っていう感じのチームのまあ争いだったわけですけど、まあでも大宮は今季ね何試合か見てるんだけど、やっぱ守備がね良くなってきましたね。うん、で一方で山口はやっぱ夏香監督の時の方がまだ良かったんじゃないかなって気もしてるんですよね、まあ、守備とか、うん、でまあこの勝利はでかいですね。山口の勝ち点6差、残り4試合、まあまあ可能性上本当に首の皮つながったなっていう感じなんで、うん、私まあ今ぐらいの守備強度だったら割となんかいけそうな気しますけどね。私点取れる選手いるし、うん、まあ、逆に山口はあれですね、
その守備的なところがちょっと手こ入れしないとなんかズルズルいきそうな雰囲気でしたね。ただ鳴岡光はやっぱうまいなと思った。うん、やっぱうまいわ。あの選手いい選手、新潟来てほしいわ。新潟来てほしい目線で言ったら、まあ、山口の鳴岡とあと大宮の室井高柳かな、その3人は要注目リストに個人的に入りましたね。まあ、こんな感じで皆さんキロの最中ですけど、でもやっぱ残留争いって苦しいよなとは思った。なかなか僕も何年もね、食らった経験があるからさ、わかるけどさ、やっぱりなんだっけ、レノホのサポーターがさ、こう負けたチームにさ、こう拍手してさ、なんか送り出して挨拶迎え入れてる姿とか見るとさ、なんかちょっとうるっときちゃいますよね。まあそんなとこかな。でもなんかようやくなんか原崎監督のチームになってきたんじゃないですかね。やっぱ守備がねある程度整ってきたっていうのはでかいんじゃないかな。まあただ強豪と当たった時に、まあやっぱりその受けすぎると耐えきれないっていうのはもう明らかなんで、逆に受けすぎないようにするっていうのをやっぱ癖づけないと結構しんどいかなっていう気はしますね。はい、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。